皆さんこんばんは、ジェキーです。本日もキテレツ相談ダイヤル続きから遊んでいきたいと思います。さあ、信子がまた出迎えてくれましたね。いらっしゃい、みさこちゃん。今日もよろしくね。今日で7日目ね。なんだか今からしんみりしちゃう。もちろんみさこちゃんなら続けてくれるって信じてるわよ。でもさっき大森くんがね、この活動は成績やいいことを理由に続けられるもんじゃないとかなんとか言って、ねえねえみさこちゃん、続けてくれるわよね。あたし話し相手がいなくなるのは嫌よ。うーすんすん、ごめんなさいね。今来たばかりなのにこんな話、気持ちが沈んじゃうわね。まだ一日あるんだから元気に行かないと。暗いテンションで電話に出たら相談者さんたちに悪いわ。ふんふん、じゃあ今日もよろしくね。バンバン電話回すから覚悟してよ。はい、というわけで本日7日目だね。活動7日目ということで最終日なのかな。どうなんだろうね、この続きあんのかどうかっていうのはいまいち分かってないけど、まだちょっとやっていきましょう。活動始める。さあ、一人目はどんな方。お、高飛車そうな女性。ちょっとね、見た目ね、なんかすごいお高く止まってそうな感じ偏見かもしんないけどね。もしもし、会のことで相談したいんですけどいいですか。あなたの名前は。じゃあワイオカって呼んでください。あなたのこと、私は女で30代です。会の名前は。名前はわからないんです。どんな会。死者の霊が住んでるという実在しない村の一つです。この間迷い込んでしまって帰っては来られたんですけど、どうにも不安で、お願いします、助けてください。はあ、村、異界村。おお、いつ。12月14日の午後6時頃です。おお、夕方だね。どこで。愛媛県にありました。愛媛。誰が。私を含めた家族が襲われました。家族が襲われる会。へえ、そういうのあんのかな。なんかターゲット家族とかってあんまり見たことないけど。特質。人里離れた山奥にある小さな村でした。でも後で地図を確認したら、あそこにあんな村はなかったんです。はあ、存在しないはずの村。いや、これは村系だな。調べられそうだね。なんだろうな。見たもの、されたこと、怒ったこと。怒ったこと聞いてみよう。その後なんとか帰ってこられたんですけど、しばらくして家族の一人が失踪してしまいました。家族の一人。おう、家族の一人が失踪したの。これってそんなに前のことじゃないよね。お、なんかすげえ他人行儀なんだけど何、家族の一人って。なんか夫がいなくなっちゃいましたみたいな、そういうことをさ、パニックになりながら言われたらさ、なんか納得するけどさ、家族の一人がいなくなっちゃったんですよねみたいななんだろうな、この人がなんかやったのかな。そんな期待してしまう。荒れたこと。危険を感じ車に戻ると、血に染まった真っ赤な手がフロントガラスを叩いてきたんです。はあ、怖いね。真っ赤な手が、ま、ガラスをバンバン叩くと。見たもの。最初に見たのは、ここから先へ立ち入るもの、命の保証はないと書かれた看板です。村の入り口には朽ちた鳥居があり、根元には
ドクロのような形をした石が置かれていたんです。はあ、それはちょっと特徴的かもな。なんだろうね、どう調べようか。出没場所かな。これ村、村、村ってあるか。愛媛県とか村とかそういう感じでちょっと調べられるかも。村あった村、犬鳴村、巨頭、杉沢村。これはね、全部知ってるね。あれ、これ杉沢村じゃなかったかな。多分そうな気がする。ちょっと調べてみよう。杉沢村検索。来た。迷い込んだ者の命を奪う異界村。青森、あれ？愛媛県じゃない。青森県だ。あー、これはもう間違いですね。じゃあ杉沢村に続く道の途中に、ここから先へ立ち入る者命の保証はないと書かれた看板がある。さっき言ってたね。村の入り口には朽ちた鳥居があり、その根元にはドクロのような形の石が置かれている。一緒だな。村の家には乾いた血が大量にこびりついている。あれ、これ言ってたっけ。なんだっけ、さっき見たもの。おう、そうだね。看板で鳥居があってドクロがある。あ、行ってない。おお、村の家には乾いた血が大量にこびりついてる。これはじゃあ見てないってことかな。降りてないのかな、その村の中に。車で行ったんだもんね。おお、乗ってきた車に戻ると、血に染まった真っ赤な手にフロントガラスを激しく打ちつけられる。あ、でも乗ってきた車に戻るとってことは村の中に入ってってはいるよね。なんで証言が足りないんだろう。このこと言ってないんだろう。ちょっと気になるな。怒ること、村から帰ることができた人物も数日後には失踪してしまう。え、あ、そっか、だから一人、家族の一人がいなくなっちゃったってこと。全員が消えるわけではないんだ。ほうほう。尾行、元は人里離れた山奥にある小さな村だった。昭和初期、突然発狂した村の青年が村人全員を手斧で殺害し、自らの命も絶った。自治体はこの事件を隠すため地図から村を消し去る。しかし杉沢村は今でも存在し、迷い込んだ人々の命を奪うとされている。ほう、いや、かなりのなんか大事件が起こったんだね。村人全員を手斧で殺害って、だいぶ近接戦闘力高めだね。こんなこと言うと不謹慎かもしんないけど、めちゃくちゃ強そうな人。え、でもなんか全部聞いたよね。あとなんか聞けることってなさそうな気がするな。まあでも、あれだよね。その、どこでっていうのがもう違う時点で、これは怪異じゃないって判定でいいよね。怪異ではありません。怪異の名前がわからないのに、どうして偽物だとわかるんですか。私の話と共通する点の多い怪異がいた。じゃあまずはその怪異の名前を教えてください。これは杉沢村です。決定。なるほど。じゃあ次に、今回の怪異が偽物だという理由を教えてください。それはですね、出没場所が違うんですよ、ワイオカさん。よっしゃ。なるほど、じゃああの村は映画のセットだったのかもしれませんね。そう考えれば納得できます。納得するな。そんなセットあってたまるか。失踪してんでしょ実際に。どういうこと？なんで納得できんのこれで。向こうが襲ってきたように見えたのも、きっと私たちを俳優と勘違いしたんです。きっと身内が不幸な目にあったのも偶然ですね。はあ、偶然で片付けていいのかな。ありがとうございました。また何かあったら電話しますね。絶対違うと思うな。別の村だなそれ。新しい新種の。そんなことないもんね。
さあ次は、おー、独特。なに？ラガーマンかな？すごい、しましま。おかっぱ頭の男。そこかな、特徴。小太りの男性とかね、そういう感じで気がするけどね。もしもし、会員のことで相談したいんですけど、いいですか？いいですよ。あなたの名前は？じゃあ、亀井って呼んでください。こいつ自分を神だと言ってるのが、やべえやつ来たな。あなたのこと。俺は男で30代です。会の名前は？わかりません。どんな会だ？異世界に行くための儀式で今度試すことになったんです。デタラメかどうか確認しておきたくて。いつ？儀式を行う時間は決まってません。どこで？10階以上の建物でエレベーターに乗っていきます。誰が？俺一人でやります。接触の原因とか。でもなんか、儀式って言ったよね。異界行く儀式。手順聞いていいよね、多分。まず、4階、2階、6階、2階、10階、5階の順で移動します。最後の階に着いたとき、若い女性が乗ってきたら、1階を目指します。すると、1階には降りられずに、10階へ上がっていきます。到着すると異世界に繋がってるんです。はあ？他は？特にが？なんだろう、特徴、特質。俺が把握してる限りでは特にありません。なるほど。それ以外、なんだろうね、怒ったこととかまだやってないんだもんね。聞いたこと？聞いたことって、いや、待て。失敗する前に一回儀式で調べてみるか。なんて言えばいいんだろうな。ちょっと難しいな、これを説明するの。あ、でも、これっぽいな。異界エレベーターだ。そうだよね。異界エレベーターでいいんじゃない？異界エレベーター。検索。エレベーターから異世界に行くための儀式。おう、出没時間が不問、合ってるね。儀式、場所がエレベーター。儀式の手順。一人でエレベーターが設置されている10階以上の建物へ行き、エレベーターに乗る。10階以上のエレベーターとか言ってたっけ？ちょっと待って、なんだ、どうやって調べればいい、これ。どこで？あ、どこで言ってる。10階以上の建物でエレベーターね。 OK で、4階、2階、6階、2階、10階、5階。ちょっと待って、4階、2階、6階、2階、10階、5階の順に移動。合ってるね。で、5階について若い女性が乗ってきたら1階のボタンを押す。若い女性が乗ってきたら1階のボタンを。エレベーターは1階に降りず、10階へと上がっていき、ドアが開くと異世界につながってる。ほうほうほう。あってそうだな。5階に着く前に誰かが乗ってきた場合、儀式は失敗する。ほう。あってそうだね。特に間違ったこと言ってないよね。ああ、移動して若い女性が乗ってきたら1階を目指す。合ってるね。1階には行かずに10階へ上がっていく。で、異世界に繋がってると。ほう、合ってそうじゃない？いつかさ、この儀式さ、帰り方書いてないよね。一方通行の儀式が、もしかしてこれ。え、帰らないつもりなのかな、この人。なんか、この、何、現世にもう、未練がないとか、そういう話なのかな。え？何をするつもりなの？会で、いいんじゃないかね。会である。
会員の名前がわからないのに本物だってわかるんですか？なんていう会員なのか教えてください。そこは調べてからやりたいとかね、思ってるんだったらもう知ってるでしょ。そんなだってそんな名前だったんですね。知りませんでした。それでどういった会なんですか？ああ、こういう会だ。なるほど。お姉さんの言う通り、この方法は本物みたいです。試す前に電話してよかった。これからどうしたらいいですか？絶対にやらないでください帰ってこれなくなりますよ、あなた。会を調査してくれるんですね。わかりました。お願いします。うん。ありがとうございました。いえ。いやー、この人じゃもう、この世界とおさらばするんだね。頑張ってほしいね。ぜひ、向こうの世界でも。さあ、三人目。ヒゲの中年男性。なんか、どっかで見たような、なんだろうな。いや、でも見たことないな。なんかどっかで出てきてそうな、アニメのキャラクターにそうな感じ。ちょっと顎長いね。ちょっと顎長いけど。もしもし、この電話で会議の相談ができるって聞いたんですけど。あなたの名前は？じゃあ、アイカップって呼んでください。ああ、あれかな？女性が好きなのかな？好きで好きでたまんないんだろうな。ああ、あなたのことは。俺は男で40代です。異界の名前。怪異の名前はわからないんです。今、異界の名前って言った？異界エレベーターに染まったのは私も乗ってるのかもしれない、今。どんな怪異？マントが特徴的な怪人でした。この間襲われたんです。なんとか助かりましたけど。マント。マントの怪人はでもそんなにいなかったよね。前なんか調べたよね。いつ？12月6日の午後2時頃です。ほう。どこで？夢の中です。夢の中、なんかちょっと調べやすそう。誰が？襲われたのは親戚の中学生です。男女は教えてくれない。珍しいな。接触の原因は？ああ、でも、うん、違うね。儀式とかやったわけじゃないもんな、多分。特徴は？特質から聞いていこう。あれ、パニックになってる。服装はマントだよね。茶色いマントをしていました。茶色いマント。あれ、茶色なんていうのいたっけ？いや、わかんないか。他、見た目。老婆のような背格好でした。声。老婆の声をしていました。体。覚えてない。髪型。覚えてない。マジで？そんな怪異いるの？茶色いマントで老婆。で、夢の中に出てくんの？すごい怪異だね。お、鎌を持っていました。鎌持ち茶色いマントで鎌持った老婆。恐ろしいね。どんな夢ですか？いや、夢の中でしょ。笑われたの。何こいつ、何言ってんの。ちょっとよくわかんないんだけどちょっとよくわかんないな。無関係な質問だったの、今の。怖いんだけど、今怪奇現象にあってるされたこと。関係ないって。は？怒ったこと？関係ないの？あれ、こいつやばいやつかもしんない。どんな話？いや、あら？これ、何？いたずらとかじゃないよな。え？言われたこと聞いたこと。え？でもなんか喋ってんでしょ？老婆のような声って言ってるから、聞いたことあるはず。嘘！何も聞いてないって。
え、なにこれ、どうやって調べればいいの？じゃあもう今の情報でできてんのかな。ちょっと調べてみるか。出没場所夢の中、これでなんかあるかなって思ったけど、なんだろうな。宗品葉の子、宗品葉の子ってなんだろうな。ちょっと調べてみよう。宗品花子検索。あーダメだ、できないって。ひー、じゃあ死神ババア、これで調べてみよう。死神ババア検索。ない、マジか。なんかあと他ババア感ないんだよな。足取り美奈子さんで調べてみるか。足取り美奈子さん検索。お、あるね。足を指定して欲しいかと問いかける。話を聞いた人の夢に現れる怪異。知らないじゃない。違うね、絶対。そんなこと一言も言ってなかったから。あとなんだろうな。持ち物鎌で調べるか。それで行ってみよう。持ち物鎌。足折るか、足食いババア。カマババ、カマ幽霊、首切りババア、パタパタ、ババサレ。ちょっと片っ端から言ってみるか。一番下から、ババサレ。お、来た。ババサレという対抗呪文から名付けられた話を聞いた人元に現れる怪異。ほー。ドアの向こうに老婆が現れ、ノックする。この時ババサレと3回唱えてから開けなければ鎌で首を切断されてしまう。あ、鎌持ってるじゃん。でもこれさ、老婆の向こうに、違う、ドアの向こうに老婆が現れて、これ老婆が現れたかどうかってどうやって確認するんだろう。ノックされただけでしょ。ドアの向こうに誰がいるかなんて分かんないよね。この時点でババされて3回唱えるんでしょ。すごいやばいやつに思われない？普通の人だった場合。出没時間が夜間。午後2時。違うね。家、部屋に来る。夢の中じゃないんだ。あれ、これ違うか。違そうだね。そうか。じゃあ、首切りババアで行ってみよう。首切りババア検索。ないって。カマ幽霊検索。ない。カマババ検索。ない。足食いババない。足折るか検索。お、あった。足を指定して欲しいかと問いかけるかい。いや違うね、絶対道だもんな、出没場所。違うね、カマ持ってるな。でも一応見てみる。ああ、違うね。全然いないんだけど。これ、どうしたもんかな。マントで調べるか。マントあった。赤マント、朝の吸血鬼、怪人級、黒マント、四つ字の黒マント。なんか、黒とか赤だな。一回調べてみよう。朝の吸血鬼。来た。子供を狙うマントの怪人。朝方、通学路ではない道。違う、全然違うね。はあ。ちょっと待って。そしたら、次は、怪人級。検索。子供を狙うマントの怪人。違うね。大間が時。あ、いや、違くないな。親戚の中学生が。場所が道。違うな。年齢、性別、男性。違うね。黒いマント。いや、全然違うわ。あとは？あとなんだ？いや、色が違うもんね、他のやつって。四つ字の黒マントとか調べてみるか、一応。四つ字の黒マント。検索。子供を狙うマントの怪人。なーに？違うね。道路が四つ字。いやー、夢の中、全然いないね。違うな。赤マント。
子供を狙うマントの怪人、違うね。学校のトイレ違うわ。黒マント子供を狙うマントの怪人、マントの怪人子供しか狙わねえな。夜間で学校、違うね。いなくない、マジで。なんでだろう。言われたことってさっき聞いたっけ。ちょっと聞いてみよう。あ、手足首どれが好きと聞いてきたらしいです。あら、これはちょっと新しいね、決まり文句。3つから選択する。何かあるかな、回答考えさせる固有の言葉。いや、どうだろうな。選択肢で合ってるかな。ちょっとこの中から探してみようか。よし、下からくじおじさん。ダメだ。赤マント、青マント。お、来た。色違いの何かをどちらが欲しいかと問いかける回。違うね。全然違うな。なんかあとは赤と青のなんか選択肢パターンしかないね。赤いハンカチ、青いハンカチ、赤いちり紙、青いちり紙、赤い玉と青い玉、赤い世界、青い世界、赤い舌、青い舌、赤い髪、青い髪。あー、なんか違うね、それは。絶対違うもんね。赤い服と白い服も違うもんね。赤マント。首切りババアが一番近いのか、今んとこ。もう一回調べてみよう。あ、近いのかっていうか、こいつ、あれだ、調べらんなかったのか。でもなんか、これっぽいよな。あれ、こいつかもしんない。黒マントかもしんない。もう一回今調べてみたんだけど、子供を狙うマントの怪人で、夜間、午後2時だから、これは違うね。間違ってる。出没場所が学校、トイレ、夢の中だから違う。年齢、性別、不問、うん。で、服装、黒いマント。これ、茶色いマントだもんね。全然違う。で、持ち物、不明。これは、鎌持ってるって言ってるけどね。まあ、わかんないな。ターゲットは子供。で、行動が、ターゲットに対し、次の問いかけをする。決まり文句が、手、足首、どれが良い、どれが好きなんだけど。まあ、これ、うん。似てるっちゃ似てるよね。これに対し返答すると答えた部分を切断されて殺される。おう。まあ、これなんか、これしかないよね、あと。絶対これとは言えないけど。対処法は返事をせずに立ち去ること。おう。いや、こいつしかいないよな。赤でもう一回調べてみるか。赤マント。赤いマントはいらんかい。いやー、違うね。黒マントで決定かな、これは。そうだね。ちょっと四辻の方ももう一回見とこう。四辻の黒マントは全然違うわ。じゃあ黒マントで確定だね。で、何が違うかっていうのは、すべて違うんだけど。これなんて答えればいいんだろうな。まあ、なんか言われたことが違うか。どれが好きじゃなくて、どれがいいって聞かれてんの。いや、でもそこ一番近いんだよな、逆に。マジで、どうすりゃいいんだろうな。あ、いろんなの調べたら時間がないのでもう大丈夫です。切りますね。顔を見て話してくれないし。あ、もしかしてこれ情報を出してたからかな。顔を見て話してくれないって、ああ、それかもしんないな。みさこちゃんどうかした？ああ、判定に時間をかけすぎちゃったのね。無料ダイヤルだからお金はかからないけど、相談者さんの時間は無限じゃないのよ。電話に出たら遅くても1時間で判定できるようにしましょう。大丈夫。次頑張りましょうね。ねえ、今のなんか答えを教えてほしかったな。つうかもう、うん。これはね、この日はね、やっていったらもう死んじゃうと思う。これなくなったらゲームオーバーだと思うので、これで終わりにしとこうかな、今日は。よし。やったぞ、今日も。帰宅時間。
信子と話そう。一週間お疲れさんま。あなたがどう思ってるかわからないけど、私は楽しかったわよ。もし続けられそうになくっても、たまに顔出すくらいはしてよね。え、美佐子ちゃんの話？どうしてこの相談室に興味を持ったのか教えてくれるの？おお、あら、そう。年の離れた弟くんがいたの。その子が辛かったわね。じゃああなたも以前ここに相談を？そっか、まだ捕まえられてないのね。それで情報を集めるためにここに。どうして？罪のない子がひどい目に遭わなくちゃいけないのかしらね。怪異なんていなくなっちゃえばいいのに。いつか見つけられるわ。弟くん襲った怪異にはいつか人間様の恐ろしさを見せてやりましょう。今度その怪異のことを詳しく教えてね。私も探すの手伝ってあげるわ。大森くんにも協力してもらわないと。はあ、なるほど。ここに来て私の美佐子ちゃんのこのなんでここに来たのかっていうのが分かったわけが。いや、弟がそうか。なるほどね。大森は？そういえばあんた、今日で最後になるかもしれないんだって。ふーん、なんだ、寂しいのか？ま、俺は別にどっちでもいいけど。7日間続けられたのは素直にすげえと思うぜ。あんたメンタル強いんだな。興味本位で来るやつも多いからさ。ま、向いてなさそうなやつは電話面接で落としてるらしいけど、少なくとも会長のお眼鏡にはかなったんじゃないの？続けるかどうかはあんた次第だけどさ。そういえば会長は会ってないね、結局。何だったんだろう、会議だったのかな。ところで、この一週間相談員の活動を続けて、会議の知識はどのくらい身についたんだ？全部で21。最後にもう一つ会議の話でも聞かせてやろうと思ったけど、今のあんたじゃまだまだかな。そういうのあったんだ。そっか、だからなんかいっぱいやってもいいよみたいになってたのかな。1日5個まで、5個だっけ。99を目指そうぜ。あんたならできるでしょ。そこまでいったらまた話しかけに来な。とっておきの話を聞かせてやるよ。はあ、なるほど。100種コンプを目指すって話なのかな。ひえー、そうか。じゃあまだまだこのゲーム先は長そうだね。というわけで帰宅しましょうかね。さあ、お二人ともさようなら。これでも美佐子はこの後続けるっていう話なのかな。いや、ちょっとわかんないね。一回次の日行ってみようか。どうなるか見てみよう。オッケー、セーブしたのでベッドに入りましょう。これでまだ続くようであればどうなんだ。ああ、感謝してるね、感謝してる。不満を持ってる。調校師判定できず。それはさ、なんかもうそっちのあれでしょ、時間調整のミスでしょ。こっちのわけ、なんか悪いわけじゃないもんな。お、あら、ほら、やっぱり来てくれた。相談員続けてくれるのよね。私は信じてたわ。聞いてよ、大森くんがね。あいつはどうせ来ないよ。なんて言うの。それ、見たことか、大森くん。美佐子ちゃんは来たわよ、大森くん。大森くん？何変な顔してるの？うるさいな。さあ、今日からまたこの三人で、キテレツ相談室を盛り上げていきましょう。えいえいおー。そういうんじゃないだろ、ここは。あんたさ、相談員続けるなら、もうちょっと成功率上げようぜ。まだまだ爪が甘いっていうか、なんつうが、まあ、伸びしろあるっつうか、そういう感じだから、まあ、頑張って、期待してる。あ、
大盛りに期待された。お、終わったね。自己総評判定成功16、判定失敗0。あ、エクストラモードが解放されました。おー、相談者の名前を聞いた。名前聞くだけで結構ポイントもらってるな。タイムアップ、無関係な質問、顔見ずに会話。はあ、なるほどね。2120点でしたと。で、ランクがどうなんだろう。ABC なのかな ?SABC なのかな。まあ、なんかちょっと下の方な気もしちゃうけどね。とりあえずこれで次に進むと。ああ、最初に戻った。なるほど。いや、面白かったね。あ、最初じゃない。エンドロールだ、これ。はあ。Thank you for playing. いやー面白かったね。なんというか、やっぱり斬新だったね。おー、何これ。お、 NNN 臨時放送だ。話してたね、大森が。これなんかあれでしょ、明日死ぬ人がなんか下から出てくるんでしょ。いやこれ、これさ、本当に自分の名前書いてあったら怖すぎるよね。高橋和也、宮崎。うわ、めっちゃ読んでる。友達の名前とか出てこないかな。明日の犠牲者はこの方々です。おやすみなさい。んー、なるほどね。はい、というわけで、私のキテレツ相談ダイヤルはここで終わりたいと思います。いや本当に面白かったね。このゲームを無料で出すっていうね、ちょっとね、意味がわからないね、マジで。すごい面白いし、なんかいろんな都市伝説が知れるっていうのも、なんかね、そのこの都市伝説っていうジャンルに触れるにはね、めちゃくちゃ入りやすいゲームだったかなと思います。私もね、知ってる怪異っていうかね、都市伝説がいっぱい出てきて、本当になんか面白かったし、あ、こんな怪異もいるんだっていうのをね、知れたのも、非常に良かったかなと思います。もともとね、こういうなんか、都市伝説とか好きだったんだけど、結構ね、改めてなんかいろいろ、調べてみたいなと思いました。というわけで、私の実況は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また違うゲームでお会いいたしましょう。では、おやすみなさい。